ミステリーというのは、みんな推理小説というとついね、ジャンルと思いがちですけども、ミステリーというのはジャンルではなく技法だということです。解決すべき謎があり、そして誰のためにという謎、そして何のためにこのストーリーは運ばれ、ストーリーは進められるかという、そういう謎、そして一番大切なことです、この全ての謎が最後に全て解決される、これがミステリーです。つまりこれだけの状況を乱すのであれば、ここで出てくる謎というのはあえて殺人でなくても構わんということです。だからミステリーというのは小説の基本だということです。